はい、おのさんとかぜやんです。動画配信ですが、満足オミクロンプラスやっていきます。よろしくお願いします。ここでガルト元の味が発生しましたね。ガガガ、注意、各地申請からの資源集積は好調。ドラゴン族のカフェの異性文明観光林に差しんでる様子です。注意のディナミスは理想的な推移を続けている模様。竜たちもしばしば、エルシオンを訪ねてきていて、出演した霊峰前に翼を伸ばしている様子です。気に入ってもらえたら嬉しいですね。我々のカフェは本家ラストスタンドにも劣らない、繁盛店になってきたよと思います。そろそろまた様子を見てきて、行ってみませんか？画家がジャミングへの提案を承認します。結構やってると思うんですけどね。まあ、まだまだ終わんないと思いますけど。カフェね。あ、だいぶサボってるんで。待ってる人はもう待ってるんでしょうけいいカフェになりましたね。いろいろな種族が和気あいあいと食事をし語らっている。当初の計画通りで、それを上回る光景です。む。ガガガ、つまり目標は達成できたと、ジャミングへもそう判定するのですね。あ、そうなんだ。まあ、そうとも言えますが、一体何の話ですか？陶器及びアスファルトンの性登録機体は生存命令に従い絶命した文明軍の再現体にも新たな希望を持たせることに成功してきました。これまでの行動と結果を精査し評価を下す時期に差し掛かっていると判断できます。評価を下す、うまくいってるっていうそれだけじゃないんですか？ガガガ、計画の継続遺族意義を判断すべきです。我々の計画とは、スティグマ1が発した生存命令の達成のため、異性文明との対話を実現し、絶望に打ち勝ったことを伝えること。事前の低評価では十分な達成と算出されています。この先は、軌道に乗ったカフェで、惰性的に文明間交流を続けるか、目標を果たしたとして、再び自我シャットダウンを行うか。うん。カフェの運営を通じ、滅亡文明からの再現体でも過去記憶から希望と呼ばれる好転心理作用を見出せると、複数例証明することができました。これ以上の思考は不要です。自我のシャットダウンを行うことを妥当と判断します。くわぁ、まったく何言い出すんですか？オイラのふわふわな毛並みをすっかり逆立つほどですよ。うん、逆立ってみたいな。万事軌道に乗ったところなのに、どうしてすぐ極端に考えて、これまで一緒に運営してきたオイラの思いはどうなるんです？ガガ、当期の判断は計画、初期に設定した目標の忠実に決定されています。ケムズクジラは有機生命体の感情は意思決定プロセスと無関係です。ケムクジラは有機生命体。オイラが言っているのは、まるで実験や計算が終了した後、不要とばかりで、そのうちの機械油も流れない、こだわり固まった、凝り固まった考え方ですよ。オイラの思いや、それにお前の思いは、カフェのお客さんと同じように、エジプシオンを活かす力にも繋がっているじゃないですか。判断形成不要、対話に値しないと判断します。勝手にしろ、このポンコツ。怒ってる。それでは、当期はオミクロンベースに戻り、バックアップのうち、シャットダウン準備を開始します。スティグマ4や他のオミクロン機体にも追って動きがあるかと思いますが、ひとまずカフェの運営体制が直ちに変化することはないでしょう。また、生存命令の解釈上、カフェを継続する必要があると判断すれば、我々が再び活動を開始することもあり得ますが、しばらくのことはあなた方にお任せします。では。追わなくていいのか？あいつの言い方はものすごく勝手でしたけど、でもどうしたらいいんでしょう？
本当にジワをシャットダウンしてしまったカフェや、それにオイラどうしましょうか、ズン。ああ、少し落ち着きました。もし N7000 が本当に本気だったら何とか止めないと。あいつはオミクロンベースへ向かうと言ってました。しかし、オイラもさっきは随分怒ってしまったし、後を追ってもちゃんと聞いてくれるかどうか。うめ、任せろ。N7000 の追跡をお願いしてもいいって言うんですか？すみません。もし見当たらなければ聞き込みだけでも、オイラはしばらく頭を冷やしていることにしますです。まさか、自我シャットか。ああ、どうなるんでしょうね。ガガ N7000 についての紹介承諾、直近でデータベース上に記録された同機体の思考ログを分析しましょう。N7000はマスターの思考パターンについて幾度も検索、仮説検証を行っていたようで、どのような行動、定義に基づくかは分かりかねますが。ガガは N7000 についての紹介を承諾、モニターログを検索します。機体は、錆びれたポータル方面の移動を確認されました。オストラコンデカアクシ、北東部にいると推定できるでしょう。あそこワープ使わなくても置いていいっすね。いたね。ガガは同盟者カーズ、東京家、捜索しに来たのですか？急にいなくなるから驚いた。しばらく前から東京は M017 の行動を解析しました。オミクロンの一機としても活動していたスティグマ1、我々のマスターです。そのうち M017 はしばしばここ、生命の木へと立ち寄り、職務外の仮説検証を行っていたことを知ったのです。故に行動方針を決めかねたとき、すなわち有機生命体的に表現すれば悩んだとき、陶器もここへ来れば何らかの解を得られるかと。ですが、プログラム側の解決策などすぐに見つかりません。M017 にしても、望む解を得られた確証はないのですから、当機は何度もシミュレーションを繰り返し、現行の行動評価ではシャットダウンすべきと結論を出しました。うん。しかしこれだけ多くの所属が集まるようになったあのカフェの運営を継続したケースの計算結果もまた未知数のままです。最高の状態を記録し、良しとするか、さらなる先を望むのか、一度は絶望したはずの各種族が喜びを取り戻した事実。その現象を陶器たちがもたらしたのだという事実、これらが陶器の思考回路に奇妙な揺らぎを与えています。全くもって非合理的です。理解ができません。精密な情報戦のために作られた陶器が自ら混乱状態に陥るなどあってはならない状況です。計算ではなく自分の声に従え。魂なき再現体の身に従うべき声などあるのです、宿るのでしょうか。すべては再現前に形の出てた事故をなぞっているのではなく、陶器はそれを証明する術がわからないのです。しかし、共に行動してきた同盟者やジャミング A が揃って陶器の行動評価に懐疑的であるならば、意見を受け止めた再計算が即時必要となるでしょう。ガガガ、ここまでの項目をすべて再シミュレーションする高速演算モードに入ります。応答、移動等の各機能を停止。
高速演算モードを稼働中。高速演算モードを稼働中。ピピーアラートです。機体温度の上昇を検知。高負荷が生じ、処理速度がピークに到達しています。この状況が続くと、処理不能に、処理不能に、処理不能に。N7000 の様子が心配だが、しばらくは高速演算モードが働くようだ。ここまでの N7000 のやり取りをカフェラムストレムナントに待つジャミング A に報告しようと。やばいっす。どうやって解決すんの？ダメ、次は適当にやってますけど。まあ、HQ とかを、指定されると結構やばいっすね。やり方を覚えていない。大量に買ってるけど。まあ、ちょっと、出た時考えましょう。ギャス、あれですね。採掘とかだったら楽なんですね。スキルでポンって。カーズもお帰りなさい。さっきはオイラも、声を荒げたりして、少し気が立ってしまいました。申し訳ないです。それで M7000 は見つかりましたか？様子は、どうでしたか？うん。記録でもマスターと称する長期行動計画ユニットが生命の木の前で職務を離れた行動をとっていたとありましたね。直接相対したあなたの方が事の詳細はご存知のはずですね。M01 なが自問していたのなぜ生きようとするか、その先には何があるというかというような悩み。主に N7000 も同じ命題にぶつかっているようです。長期行動計画に基づかず、自由意志で未来を思い描くことをオミクロンは二月するのかもしれません。それにオイラは気になっていたんです。一緒に行動してきたのに、新生では彼らによる変化はありません。オイラでさえ最初に星を訪れた時に土壌を出現させました。つまりまだ N7000 たちオミクロンの思いでは、ミナミスが動いたことはないんです。うん、彼らにもミナミスを動かす思いがあるはず。その通りです。あいつのミナミスによって成り立つこの中域にあるなら、強い思いの残骸によって、ここに、実体化しているはず。N7000 もその思いの力は当に持っていると思うんです。ただ計画の達成を重視するあまり、自分の思いを見失っているだけではないでしょう。それに何よりオイラはカフェの共同経営者として怒ってるんです。いいところにシャットダウンなんてひどすぎる。あのポンコツニブチン議会にはこれまでのオイラたちがカフェを通じてやってきたことがこんなに喜びがあったっていっぱい気づかせてやらなきゃです。あいつはまだ再演算という通りのことですが、シャットダウンが実行される前に食い止めなくてはいけません。そのためにはカフェを続けたいという自身の思いを肯定させ、先の可能性を望ませるんです。そう。N7000 が望む最高のカフェメニューでハッピーを食わせてやるんです。はい、素材取ってこいと。スティグマ4ならオイラたちの活動にも理解があり、オミクロンの摂取できる、鉱物もわかるかもしれません。オイラが連れてくるのでここで待っていてください。これでいいの？結構いっぱい NPC 増えましたね。知らない間に。お待たせしましたです。スティムガホーに来てもらいましたよ。丸いな、今日も。詳細は到着後の申し入れを受け、連行許可受諾した N7000 の反応を未見し、説明を要請。深い事情があるんです。どうか協力してもらいたくて。
状況把握、データベースの履歴のある N7000 の行動ログとも一致を確認。我々には長期行動計画に基づく判断絶対を意味する N7000 が目標を達成したと考え、シャットダウンを決断したことは極めて妥当であると判定。やはりオミクロンたちの行動原理は異文化そのものです。なお、高速演算中に熱暴走を仕掛けている点は危険と判断。問題解決のため早急な対処を要請する。その点では一致できて何よりです。N7000 のことを心配しているのかはよくわかりませんが、ともかくオイラたちは他の種族たちと同じようにカフェのメニューを提供することで問題を解決したいのです。N7000 がこのメニューに当てはないのでしょうか。有機生命体の語る好みは理解不能。ただし、現状の N7000 が必要とするのは冷却であり、液体冷房媒の提供が有効と判断する。冷たいものですか。なるほど。冷媒をドリンク上に投入すれば、機械生命体向けのカフェメニューと言えると思いませんか？尋ねるばかりですが、この中域の試験のありかは、N7000 頼りでした。データベースを検索し、適した素材を教えてもらえませんか？リクエストを承諾、冷媒に適した資源情報データベースより検索。今回 N7000 が対象ですね。イーアーの里に体内で、特殊ガスを形成する魚類が分布、活動系メタンパワーからガスを抽出、一化させることでドリンク上の加工が可能と推測する。NQ ですね。釣り魚に最適な釣り餌には黄金イクラ、来たね、黄金イクラ。を推奨、中域で確認できる水油で生命体の多くの適合が確認されている、物資管理を対等するリサーチ A4 の N0598 が手配中。了解。バッチリです。普段エルシオの資材管理を行っているだけありますね。当期はデータベースの照合を行ったのに、ケミクジャラ・マッカフェ・マスターから過度な謝辞は不要。液体、冷媒、マシンオイルだけならば、陶器による再現も可能。しかし、これまでのカフェや申請の開拓では、土地からの獲得物によるディナミスの攻撃を重視してきた。今回も同様のディナミス効果の表出を期待。同質作戦行動区間以内において、N7000は陶器の仲間であるゆえに。そしてオイラたちもその同一作戦単位内です。大事な仲間のためにみんなで頑張りましょう。カーズ殿の資源調達をお願いしますね。オイラたちも準備をしつつお待ちしています。はい。行ってきまーす。一時停止の N7000 をオストラコンデカ革新革新飛行運搬ネットを派遣し、機械の回収を実行する。いや、混乱する。混ざる。OK。じゃあ、行ってきまーす。どこでしょう？どこやね。いや、どこだあれかな、あれっぽいですね。いいやん、外だってと。よし。どこにあるんだ、あれか。これね。よし。まあ、一発で終わるでしょ。オッケー、いっぱい。では、こっちに飛んで。すごいですね。なんだかんだ、一つのプラス終わるのに30分近くかかりますね。朗読してるといい。朗読してるってのもいいですか。そうですね。そうですけど。なかなかセリフは多いですね。何考えるの。冷媒の連携のための試験調達いかがですか？もうすぐスティグマ法が N7000 をここに連れてきてくれるみたいです。さすが。ありがとうございます。液化ガスをカクテルのように他の素材を混ぜ、立派な当カフェらしいドリンクにしてみせますよ。ジャミングウェイの腕をいかに。
どんなのができるんでしょう。おお、いいっすね。うまそうじゃないですか。緊急用タスクコマンド送信、例外ドリンクの接触実行。あれですか。あれですかね。ソーダのやつですか。メロンソーダ？メロンソーダですかね。側は B 側、緊急を立つコマンド承認、ドリンクを採取します。なんだこの BGM。側はここはラストレムアント、いつの間に。やい、このポンコツめ、バカのバカの、すっごくポンコツ。そのような非合理的な冒頭を繰り返す、ケムクジャラ有機生命体など対応に値しないと、確かに似たような嫌いをしていたはず。その後、高速演算中に思考ループを陥ったはずですが、熱暴走は解消されているようです。おぉ。やった、それじゃ治ったんですね。心配したんですよ。だが、会話ログを再検証。生存命令の条件を再定義、思考メモリ上のフラグをサーチ。行動評価の再計算を完了。申請エリシオンへ状況を確認しに行きます。復活した。いや。ああ、もう目覚めるな。目覚めるなに何だって言うんです。再度の行動評価の末、どのような結論にたどり着いたのやらです。あいつの思いの影響次第で星の環境が一変しまうか。急いで後追いかけましょう。それは困るね、うん。どうなるんでしょうね、今回は。オミクロンですからね。ダウンの会してる。スティグマ法に総長履歴を見てもらったところ、やはりエリシオに向かっているようです。急いで N7000 の様子を確かめましょう。もうちょいで90になりますね、釣りも。この森、これが N7000 の思いが星に与えた変化なんですか？お、木が生えてる。生命の木ですか？やい、このポンコツ、行動評価とやら終わったんでしょ？側は、そうですね、プログラムされた陶器の存在定義と星が生まれてからの思考メモリーのログが対立を続けていましたが、あなた方が用意してくれた霊媒の作用で、ようやく結論が導きつかられました。この評価は揺るぎないものであるはずです。でもしにくい。この星に変化が生じたのを見ての通りです。機械再現体である陶器の思いがこの光景を表したこと、同盟者はこれをどう説明しますか？再現体もここで生きている。その解釈は実に美しく、我々にとっては、喜ばしいものでしょう。滅び去った種が蘇ることはありませんが、彼らの願いを残した可能性の中にあり続ける。同盟者からず感謝します。あなたの言葉、今まさに我々の存在を提起しました。果たされるのは不条理のついた可能性は、この道が続いていたらどこに向かったかとの期待を生みます。あり得た世界を無双することも、ディナミスを動かすに至るのです。そして知的存在が可能性を探求し続ける限り、イヤーが終わると断じた宇宙さえ永遠に続くかもしれない。この神聖の存在が示すように奇跡は起こるのですから。全く自分の気持ちに気づけてよかったです。本当に N7000 がキャットダウンしてしまったら、おいら一体どうしようかと。心配でしょうか。
ジャミングへの陶器の不活動化で寂しさを覚えると、大変興味深い。陶器による理解行動の承認を求めます。無気に調子に乗るな、このポンコツめ。承認却下。断じて却下です。やれやれ。かつてアルファトロン文明は生存戦略として戦闘経験の蓄積と自己進化を選択し、多くの異星文明の未来を積んできました。しかし、陶器あなただと始めたカフェは再現体たちを励まし、星をここまで育てることすらできた。これは神聖アルファトロン文明が果たした大いなる一歩です。一度は十分な結果を出したと判断を下しましたが、しかし今やこの星に新たな命があり、皆の営みがある、温かな思いの力が満ち、巡り続けています。今ある我々にとって可能性の永続をここに証明し続ける。これは過去への宿題とともに新たな使命であるはずです。この星は埋められたばかりの不安定や命の目を育み、スティグマたちへ計算しきれない未来を思い描き続けること、それらは我々の新たな生存を目標とします。なかなかいい目標じゃないですか。どれ、オイラもこれからもご一緒してあげるとしましょう。ジャミングへの提案を受諾、歓迎します。うぃー。そういえば、オイラたちが自分でカフェを楽しんだことはまだありませんでしたよね。うん。実は N7000 がまだポンコツモードだったらってカフェから冷媒ドリンクを持ってきたんです。このあたり一服してみませんか？おう、気が利くね。うめ。あんなとこに、テーブルが。うん、オイラとカーズのには特製キャロットジュースですよ。キャロットかよ。このカフェを始めるときにアーティーズのカフェの話をしました。人々が飲食を楽しみ、希望について語る場所だと。何よりオイラたちにとってそんなカフェになったでしょうか。ね。側は陶器も肯定を表明します。こうして仲間とドリンクを囲む時間は有意義であると認定できるでしょう。期待し、結果に充足感を得ること、これが有機生命体を表現すること、喜びというものでしょうか。うん。うん。オイラたちのこれまでのリポレット生の中で一番ハッピーなキャラットジュースだったかもしれないです。ガード、同盟者、買わず、今回は陶器の先走った判断により迷惑をかけました。冷媒ドリンクの材料調達にも本放出だと重ねて感謝を表します。オイラにはごめんもありがとうもないんですが、オイラすごく失敗したんですよ。ゲームクジャー有機生命体からこれまで多くの理不尽な非難を受けてきました。今回の対応でようやくバランスが取れたというもの。浮き付きが、口がいらないポンコツめ。だが何よりも我々のカフェの共同経営者、有機生命体的な持ちつ持たれつを指揮します。やれやれ、そういうことで勘弁しておきますか。ただしこれからのカフェ、ラストレムナントは永遠営業を掲げるですよ。むしろ最後のその日までハッピーに乗り越えるんですよ。ああ、ジャミングでずっとここにいるのか、じゃあ。うん。
オミクロンは、まあ、大きな流れとしては完結して、まあ、あと1個ある感じですかね。いつも最後に1個あるんですよ、負けが。希望のドリンク作りに力を貸したことで信頼勝ち得たようです。制約になってますね。あ、やっぱもう一個ありますね。そうですね。最後無視になるんで。で、なんでしょうね、今回。来たね。ミニマウントだ。マウントっすね。来てに来ました。でも取ったのでいいっす。よいしょ。このタイミングで来るんだ。息はともオーケストリーの日。どうですか。気に入っとるんです。すっごいなぁ。この状態でエモートは驚くはできんだ。いつかはできるっぽいっすね。ウィザーとかはできないですけどさ。これとかもできんだ。いいっすね。OK。じゃあ、これでとりあえず、今回の、プラスの配信は終わります。まあ、もう一個。星のやつがあるんで、そんなったらまたその時には配信します。よろしくお願いします。ではご視聴ありがとうございました。バイバイ。